はい、というわけで王者の剣をゲットしました。やばい、このね、メニューを開いたり閉じたりっていうのが、乱数をね、変えるあれなんですよね。まあ30しか上がらないんですけど、これしか装備ができないので、まあ実質最強武器ということになります。せっかくやから保存しとこう。んーじゃ、ダメージはほとんど食らってないね。進みますか。ここをクリアしてしまうと、このスーパースターマンが出てこなくなるんですよね。これ逃げた方がいいね。よし。なのでもうここでこのタイミングでしか手に入らないアイテムなんですよね。なんかいっぱい来たな。逃げよう。よし。逃げることもね、大事ですからね。オッケー、セコキャラメル。一匹やったらね、全然問題ないですね。なんか一匹変なとこおらんかったか。おお、マジか。ヒーリングガンマじゃないわ、オメガってカムバックするんだ。南へ行って、よし、なんとここに穴抜けネズミがいるんですよね。僕も連れてってほしいよ。じゃあこのまま進みますか。暗っ。こっちにね、アイテムがあるんですよね。壊れたラッパ。壊れたシリーズをね。あ、マジックバタフライ。ありがてえ。こっちかな。スターマンとエナジーボムかな。違うかった。見た目タコやった。見た目タコから倒すか。ていうか工程が良い。今ホームシックなんよね。
ティーレラプー。うんと。妖精の腕は。催眠術にもかかりにくくなってラックも上がる。ダイヤダイヤダイヤの腕輪が余ったな。まあいっか。でこの上にスピードカプセルがあるんか、拾いに来てえな。ん？こっちか。スピードカプセルは国丸かな。ネバネバマシーンをね、先生で使ってほしいので。アンドーナツ博士とか土星さんとか。あれ？これの部屋へ。平気息できる。でもああ国丸はどこ。トニーか。トニー土星さんアンドーナツ博士トンチキやったっけ。なんかちょっと違う気がするな。でオレンジキッドお兄さんかな。報告で聞いていたよりずっと手強い友達だ。ちゃうさか、子供だ。油断した。知恵のリンゴの予言は正しいのかもしれない。しかし私たちを甘く見るなよ。デラックススターマン。デラックススターマン。くらえ、ペンシルロケット20。あ、終わってしまった。ペンシルロケット20で終わってしまった。いっか、こういうゲームやし。皇帝たちがデラックススターマンを倒すとストーンヘンジ基地は機能を停止した。さすがペンシルロケットやね。怖かったけど勇気を持ってぼーっとしていればいつか助かると初めのうちは思ってました。でも途中からくじけてきて、しかし助けてもらったので結果的には良かったです。さらわれた、嬉しい、助かった。リボンあげます。来た、土星さんのリボン。これはソマリの最強武器かな、最強防具かな。魔封じのリボン。そうか、リボンつけとったんか。さらわれただの助かっただのはもう過去のことだ。私はすぐにでもスペーストンネルの開発にかかりたい。お礼くらいは言わなくてはな。ありがとう。さあここは私たちに任せて早く行きなさい。確率 7% くらいで助けてもらえると思ってました。でもここで土星さんに知り合えたのは大きな収穫でした。それにアンドナス博士にもとうとうお会いできたし。無口を直す本ですか。オネットの図書館に返しておきましたから図書館にあるはずです。海族の皆さんに役に立ててあげてください。それにしても君と知り合ったおかげでギーグの手下に誘拐されるなんていい機嫌ができました。前向きやなお前。大昔からの国丸の親友のトニーです。ほら牧場で牛の乳を絞ってる時にさらわれちまっただよ。ああ、
いいや。で、これでもう敵はね、出てこなくなるんですよね。どっか広いところで、あれできんのか。オネットに。あ、これでテレポステーションできんのや。不思議な力でかき消された的な。穴抜けネズミ使うか。穴抜けネズミおったよね。はえー、怪力ベアーマン。よし、じゃあオネット行きますか。オネットの図書館は上やったかな。地図をもらったところは確か図書館やったと思うんで、ライブラリー、そうやね。それだったら僕も読んだのさ。それはとってもいい本だったよ。あ、君も無口を直したいんだね。本棚をチェックすればあるはずだよと。パッパンパッパランパンパンパン。のどかやな。じゃあこっちの部屋かな。じゃあ借りていきましょう。じゃあ次回はグミの村に再び行って、無口の本使ってストーリー進めていきたいと思いますが、10分ぐらいしか経ってないんか。ちょっとアイテム整理しに行くか。せっかくオネットまで来たのでアイテム整理をしておきたいと思います。休んでっか。これでホームシック、よし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 。3回目ぐらいだろこれ、ホームシック。こけし消しマシーン、肩に力バット、ダイヤの腕は魔封じのリボン、虹色ビーム、ペンシルロケット5もいらんねん。登ればいいんやけど。炎のペンダント預けて、ヒエログリフの寿司もいらない。こんなもんかな。持ち出す、何があるんやろ。そんなもんか。よし、国丸が壊れたハーモニカとか直してくれんねんけど。オッケー、じゃあグミ族いきますか。グミ族ってあったっけ。薪を掘った、グミ族あった。
長老に使うんかな。長老はね、これやったっけ。この人に使えばいいんかな。なんだそれ、無口直す、よく来た、休め。わし無口直す本みんなに読んで聞かせる。おお、この本持っただけで少し無口直ってきた。無口の本をみんなに読んで聞かせた。みんな無口直った、おしゃべりペラペラ。ぜひともお礼したいでございますから、グミドリアンやる。グミドリアンはグミ族の誰もが大好きな素晴らしい果物でございます。ものすごく臭いが、グミ族は皆大好き。無口を直す本をまた貸しした。おお、写真か、びっくりした。動かんなったけん、どうなったんかと思ったら。ペーペンガイン、ペーペンガイン。プレイヤーの名前は本当にこれでいいんだな。よくなければ直せ。は？ペーペンガイン、ペーペンガイン、どういう読み方したんだ。ローマ字読みしたんかな。こうなんだが、僕ですか。名字が先で名前が後になってるんだろうな。はいはい、茶飲むか、飲め。おお、まるでブサイクな。タピストリー、タピストリーのように物語の縦の糸と横の糸が出会い、別れ、絡まり合って、タペストリーじゃない、大きな絵が現れてきた。君はここまで何度となくこの果てしない旅を呪ったことだろう。傷つき倒れたことだって数えきれないほどあったのだと思う。それでもここまでたどり着いたのは、君にもともと備わっていた知恵と勇気のおかげだ。仲間たちと互いに信じ合い励まし合ってきたおかげだ。君の力がどれほど大きくなったのか考えてみたことがあるかい。今の君にオネットやツーソンで出会った敵が襲いかかってもきっと一撃で倒されてしまうのだろうな。もう戻ることはできない。明らかにギーグというとてつもなく大きな敵は皇帝君を恐れている。君の前進を妨げようとしている。これから先の旅は今まで以上にスケールの大きな想像を絶する冒険になるだろう。ギーグの懐へ確実に君は近づいているのだ。君が辛い場面は敵も苦しい状況だ。それをいつも覚えていてくれ。それにしてもあのポーキーはどこへ行ったのだ。お茶を飲んだらまた出発だ。運命は君を良い方向へ、良い方向へ、良い方へ、良い方へと導いてくれるはずだ。信じて前へ。皇帝サマリ、黒丸、月の輪。君たちにいつも幸福の女神が微笑みかけてくれるように。まあ、ちょっとショップ見てみますか。命の角笛くれればお礼に物をやる。粗末なパン、素朴なヨーグルト、粗末なパン、スパイシー干し肉、ドラゴンパウダー、魔封じのコイン、最高のバット。命の角笛は1300
75ドルぐらいで確かね買えたので、お、ラッパディフェンスシャワー、もう一回寝たらさ、ハーモニカ直してくれんかな。ああ、直してくれんかった。じゃあ次は、ここかな？力持ち、私だから、したい自慢。おお、あ、なんだこいつ。こんばんは、しゃべる岩です。でもこの近所のしゃべる岩はあんまり長話をしません。一番よくしゃべるのはこの先の迷路の奥の奥の下、地底大陸にあるしゃべる岩です。彼とは必ず話をしてください。お、これデヘヘラーかな。デヘヘ、デヘヘヘラーやった。デヘヘヘラー。ここが？まあ迷路ってところか。まあ時間的にいい感じかな。ちょっと短めかもしれませんが、まあ今回これで終わりにしたいと思います。次回ここを攻略していきたいと思いますので、よかったら続きも見てください。ペンギンでした。